わあ、なんかちょっと感動的な BGM 流れてる。すごい雰囲気いいな。グラフィックがすごいな。これが主人公か。わっ！僕は使い魔だよ。ウィー、女の子見て。お手。レインズメイカス。せせせせせせつけいー。やー、せつけいすけよ。皆さん、最近ね、すっごい面白そうな VR ゲームを見つけたんですよ。その VR ゲームのタイトルとは、ルインズ・メイガス。もう一回言います。ルインズ・メイガス。こちら、どのようなゲームになっているかと言いますと、VR の魔法アクション RPG です。舞台は街の中央に大きな遺跡を構える遺跡都市グランアムニス。プレイヤーは新人魔法使いとして遺跡に秘められた謎の解明を目指すというストーリーで、このゲームではですね、3つのパートに分かれておりまして、1つ、個性豊かなキャラクターが織りなすドラマを楽しめるシナリオパート。2つ、様々な特徴を持つ魔法を駆使し迫り来る敵を倒していくアクションパート。3つ、ゲーム内の世界グランアムニスを気ままに散策できる探索パート。つまりですね、魔法を使って戦闘できるし、しっかりしたストーリーもありますが、何より NPC とこの会話でサブイベとかがあるんかな？そんな感じがするよね。多分いろいろ探索できるってことは、そういうサブイベ的なさ、割と細かくやればいろいろサイドストーリーとか楽しめるゲームなんかもしれませんね。RPG としてのね、結構ボリュームがたくさん詰まってそうなゲームやなーって、この文章を見よったら思ってしまう。このゲームなんですけどね、実は最近クラウドファンディングが始まったゲームでして、こちらの、動画の説明欄に、そのクラウドファンディングをやっているページの、URL 貼っとくんですけども、こちらからね、募金をしていただくことで、このゲームの開発費とか、そういう費用がね、投資ができるような感じになっておりまして、もちろんクラウドファンディングなんで、リターンもございます。このゲームの製品版のダウンロードキーもですね、最大40%オフで手に入ったりしますし、ここでしか買えないような、このゲームのグッズとかも手に入れることもできます。そして、俺、刹那圭介はですね、このゲームのアンバサダーに就任いたしました。と言ってもですね、要は体験版をくださるので、それを実況して動画に投稿するっていう簡単なお仕事です。まあ要はですね、このゲームを、この動画でですね、体験版の実況動画を皆さんにお見せしたいと思います。それを見てもらって、皆さん、このゲーム興味があった人はですね、ぜひぜひ動画説明欄の公式サイトとか、クラウドファンディングのサイトとかに目を通してもらって、興味があればクラウドファンディング参加してもらえればと思います。では、やっていきましょう！体験版！割と小学校低学年の頃までは、修行すれば手から炎が出ると思ってました。さあ、やってまいりました。ルインズ・メイガスの世界へ。ゲームスタート。行くぞ、体験版。はい。レインズメイガスの世界に入る前に、操作方法の基本の確認をしましょう。お願いします。A ボタン？ A ボタンこれか。まずは魔法を発動させてみましょう。魔法は遺跡内で襲ってくる敵、ガーディアンを無力化するために使用します。右トリガーを押して魔法をチャージ、右トリガーを離して魔法を発射します。俺の体。これ俺の体。盾持っとんじゃん、左手。なんかバーがあるんやな。なんかステータス画面みたいなんが。HP とか声見るんやな。なんかデュエルディスクみたいや。遊戯王のデュエルミスディスクみたいな感じになっとる。右トリガーを押して魔法をチャージ。右トリガーを離して魔法を発射。右トリガーがこれやけん、効果。ああ、魔法できた！カルシファー！カルシファー！
で、右を離して、あーレティクルがある向こう側に、いいわいやー火の鳥右ハンドトリガーを押して魔法をチャージ。右ハンドトリガーを離して魔法を投げる。投げる。お、チャージしてちょっと大きいなって、それを、はい、こんな感じ。燃えてる、燃えてる、燃えてる。おいらのスマが、おいらの足元が燃えてる。あ魔法のスロットを変えることが、違う種類の魔法を使用することができます。はあ、これで変えれるん？え？切り替わった今で、それが左腕のタブレットで確認することができる。あー、なんか切り替えよる、切り替える。フォローの魔法と、もう一つ、なんこれ、何の魔法これ、全然わからん、なんだろう。使ってみる。あー、氷、氷が出てきたー。あはい、ちょっとこれをちゃんと投げればこうか、こんな感じになるんじゃ。あ、ちゃんと、おいの投げる動作に合わせてたら投げられよけんな、これ。おいの手の動き、こう合わさっとけんな、これ。すごい。さすが VR やな。タブラットでは他にも体力が縦の耐久値が表示されます。あ、下が縦の。青いゲージが縦の耐久値だったんじゃ。おうおう。魔法は、オドと呼ばれるエネルギーを消費して発動します。オドがなくなった場合、魔法を発動できません。なくなった場合は、リロードをして、オドを充填しましょう。腕を下に下げる、右トリガー、ハンドトリガーを同時に押す。右トリガーとハンドトリガーやけん。これが。あ、これが！あなんかの工場みたいな感じでボンボン出てきよる。それでは、ルイズ・メガスの世界をお楽しみください。ありがとうございます。来たー、街に来たー、グラーアムリス来たー。ようこそグラーアムリスへ。可愛い耳が特徴の受付さんに近づき、右手コントローラー A ボタンでストーリーを見ることができます。あの人か。後ろ側にあるポータルの近くで右手 A ボタンを押し、別の場所へ移動することができます。それではレインズメーカーズの世界をお楽しみください。すごい雰囲気これ。VR 皆さん見てますか？それは動画再生するから見てますよね。でも遺跡がたくさんあるような感じなんやな。なんかちょっと、これがなんか依頼のポスターなんやな。なんかこのスポとかで見たことあるもん。ここから依頼を探しちゃったようなシーンあったもんな。こんな感じなんじゃ。こいつすごいキーやる。こいつすごいキーやるねんけど、誰これ。よ、あっち向いてほいでんかいサックスやつらはここに集まれ。あっち向いてほいの手なんや、それ。これは受付嬢さんや。何食ってんだお前。さてはお前ちゃんと仕事してないなお前。で、あんた、おい、あんた、お前だった。すぐ近くに本人おった。あっち向いてほい大会の、あっちもやほい大会の優勝者か、お前。話しかけてるんこれ。あ、A ボタン押してくださいって。クエスト、いきなりクエスト、何の話もしてないのに脈絡もないのにクエスト始まる。そもそも自己紹介っていうか、誰誰が来た。さて、今日も頑張っていこう。誰だ、今日もって言われても知らんのよ、今日のことしか。わあ、アイリス。あ、なんかこれ、この子、クラウドファンディングのページで見たことある気がする。あ、受付嬢、なんか、相方みたいな感じなのかな。受付さん。あ、今、仲良く、半年間中ですので、よろしくです。あ、ちゃんと仕事してる。なんかその眉毛のさ、困った顔のあたり、なんかどうにかなりませんが。耳がついとんな、なんか、獣耳が。そういう獣族的な人がおるんやな。もらうわ。これでいいん？もらった！あ！なんか立体的に見えるんや、字が。VR やけん、こういう感じで表現されとんじゃ、わかりやすく。翻訳されとんやな。仲良く半年週間、ローグに注意とか、あるんやな。絵が可愛いね。そう？ごめんごめん。あ、確かに絵が可愛い！っていうか、今日の任務は、
何これ、落とし物探し、やばい。ナルトとかでも序盤の方はランク低いやつで、そういう落とし物探しとか、ペット逃げたペット探してほしいみたいな任務あったもんな。そんな感じなんかな。ジミー、誰だ、誰、え、誰、あ、来たー、めっちゃうさんくさい人来た、誰。めっちゃうさんくさい人が手下二人引き連れてきた。腰引く、誰、貴族、いかにも私は貴族である。さて本題であるが、実は先日私の後期高血高級極まりない大事な杖を遺跡に落としてしまったのだ。なんでそんな大事なもんを落としてしまうんですか。手に持ってるじゃないですか、別の杖。これ大品か代用品か。これ君にはその高貴高潔高級極まりない島を取りに行っていただきたい。読みにくいんよ、そんないちいち高貴高潔とかこうこうこうみたいな高いばっか強調せんといてほしい。読んでる俺の方が読みにくいんよ、俺滑舌悪いのに。なんで私たちが。この子はすごい表情豊かで可愛いな。あ、そう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 、聞いた話だったらね、今はボイスついてないんですけどね、このキャラクター全員にちゃんと製品版には CV がつくらしいんですよ。どんな CV がつくか楽しみなところですけど。君、エニグマの研究員だろ、我が家から多くの献金を受けているのを知らんのか。ルーキー魔法使いや新人研究員など駒使い同然である。ふん、ああ、そういうスポンサー的な人だったんじゃ。わあ、そういう時のコビ売らんかったらあかんな。うん、結局金を出してくれる人が全てやけんな、この世界。ムカつくな。何その、ちょっと地震だ、ちょっと軽い地震が起きてるぞみたいな感じの揺れなんな、お前。くじこさえするな、お前液体立ったな。とにかくや、よろしく頼むよ、チミー。うわ、横の左右二人にそんな体勢取らせて、すごい偉そうなやつできたな。なんやあいつら。新人の仕事ってこんなんばっかなのかな。まあそういう雑用的な仕事から始めるんが、まあ、新人ってもんやけんな、どこの社会でも。そんなもんならしいわ、仕方ないわ。あなたは貴族からの依頼を受けて遺跡でなくした杖を探しに行くことになりました。さあ早速遺跡の中に向かいましょう。受付さんの前で A ボタンを押すと遺跡に移動することができます。あ、びっくりマークついたよってことはイベントができとるってことかな。まだお前こうしくおかしくってる。お前ちゃんと仕事してんかな。お前そんな手で書類とかさえ言ったら書類ベタベタになるだよ。お前行くわ、自動で行ってくれる。もう来たよ、早い、便利やな。おいおいおい、今の魔法の技術ってこんな簡単に来れるんじゃ。いい、左スティックでいいの。遺跡にちゃんとこういう説明してくれるんやな。右スティックで視点移動ができます。はいはい、これは VR ゲームじゃよくあるパターンのやつ。うわ、お、来た、敵おる。いかにも敵みたいなやつおるよな。ガーディアン、あ、これはガーディアンっていう、あ、そういう敵なんやな。攻撃してくる厄介な存在でも大丈夫です。左上に装備している盾で敵の攻撃を防ぐことができます。あ、来た、あ、お前防いだ、なんか反射的に防いでもた、なんかいきなり攻撃してくるもん。それさ、読みよう途中だけど、そのと途中で攻撃されたら大体反応できんのよ、みんな。俺はできたけどさ、俺はできたんぞ。お前もう一度防御してみましょう。来い、来た、おい、あ、盾の耐久値がゼロになってしまった。オーバーヒートとかあるんじゃ。盾耐久値がゼロになると完全に防御しきれずダメージを受けてしまいます。一定時間、あ、回復した。一定時間でオーバーヒートは回復、慎重に行動しましょう。 OK、 ガーディアンとの戦闘でダメージを受けてしまったら回復エリアで HP を回復しましょう。こんなんがあるんやな。回復エリアは遺跡内に設置されています。 HP が減っていたら積極的に使用しましょう。わかりました。実戦か、こっからが。敵どこ行った、戦う間もなく消えていってしまった。 GO、待って、すごいな。わ、ダンジョンさ、一人称視点で進みを感じがする。さすが VR、これが VR の醍醐味ですよ。んー、
あー、なんこれ、なんか起きた。え、これなんこれ、使ったことある、これ。炎を出そうと思ったらこっちだった。敵の攻撃は盾で跳ね返すことができます。実際で跳ね返してみましょう。敵の攻撃が当たる直前にボタンを押す。はい、あ、失敗した。なんか魔法使っちゃった。跳ね返せてんのかな俺、跳ね返せてんのかな俺。当たる直前やけどこの辺、あ、来たー、これだー、跳ね返した。96のダメージ、でかいな、ダメージの数が。あ、あ、あ、消えてった。チュートリアルだけのためだけに用意されたガーディアンめ、お前らの人生はここで終わりだ。最後にブリンク回避について。ブリンク回避って何だよ、ブリンクって何、どういう意味だ。ブリンク回避はスティック方向へ瞬時に移動する回避技術。そんなんあるんじゃ。左スティックで移動方向、そして左トリガーでブリンク回避。これこれ、あー、反復横跳び。あ、でも3回までしかできない。再度チャージされるまで使用できません。あ、なんか、あー、なんかそういうなんかブリーチの瞬法みたいなのが使えるんやな。魔法発動はキャンセルされる。あ、魔法チャージ中にブリンクを使用してあげ、発動キャンセルされてしまうんじゃ。ブリンクを敵の攻撃が当たる直前に使用し、ジャスト回避成功すると魔法の反撃を繰り出すことができます。はい、なるほど、先に進みましょう。よっしゃ、行くぜ。外に出る？来た、アイリス。あー、どこから出てきたお前。あとなんか色えらい違うけど、お前どうしたん。せいだよね、多分位置情報は拾えそうだからそこへ向かおう。お前どうした。それよりちょっと氷漬けにされたみたいな感じの色してますけど大丈夫かお前。あ、さっきまでお前どうせクーラーガン利きの部屋におったな。お前、俺が戦いよう間にクーラーガン利きの部屋で進んどったな。お前、お前も戦闘に加われ。戦闘員じゃねえかもしれんけどさこっちに降りて、あ、そうかな、戦闘エリアにこう入ってきた剣かな。はい、普通に素通りできよるあれ、来たー、来るか、飛べー。どうすればいいんだろうはい、おい、燃えろ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 、いや、もう近づいてや。えい、あ、違うわ、レティクルが変な方向向いてる。こうか、えい、こうじゃ、こうじゃ、こうじゃ。頓能的にもこれ、頓能的にも、あ、音がなくなった。っていう時は、どうやるんだったっけ、あれ、やばい。やり方忘れた。よいしょー、そこ、すごいエイム、すごいエイム、落とした撃破、おったー、この距離からいけるか。よいしょー、ファイヤー、ファイヤー、回避をこういうんで使えるってことを覚えといて。あー、あい、よっしゃい、ちょっと食らったかな。こんな感じなんじゃ。一体ずつ倒せ。えい、えい、やばい、やばい、やばい、エイジビが死ぬ、エイジビが、あー一体ずつ潰せ、一体ずつ潰せばいける。食らわんかったらいける。射線を切れ、敵の射線を切れ。エイピックス、これをエイピックスだと思え。射線、射線を切って、ここ射線を切って、回復。あ、終わった、ゲームオーバーやってた。おっと、回復を先にしておいて、えい、炎、まずは燃やず、一旦下がって、射線を切れ、射線を切って回復して、近寄ってきたやつを一発一発沈めて、撃ってきそうやけん、ちょっと一旦射線切る。あ、空中に来た、さっきこいつ潰すか。一旦下がって射線を切って、結局射線を切ったら勝てる。よっしゃ、1対1ぐらいになったけん、一旦下がって射線を切る。これあたり射線切るっていうか、もうエイペックスじゃないんやけん。近所敵の攻撃食らわんようにさ、ちょっと下がらなあかんのわかったな、これ必殺技ゲージがあんの。なん、ちょっと待って、何それ何それ何それ、必殺技ゲージなんだ。どうやら必殺技ゲージが溜まったみたいですね。どれどれの話だ、必殺技ゲージ。
必殺を使用して目の前の敵を倒してみましょう。チュートリアだったんじゃ。両手を首の後ろに移動。おこれこんな感じかな。これをこうして、その状態でトリガーを4つ同時に1回押し発動。狙いを定めて、再度トリガーを1回押す。押した。で、こうして狙いを定めてこう。え、どういうこと？わー、なんか溜まった！あー、いやー、なんこれ。あー、杖がある。確かに、高貴で高級ななんとかなんとかのやつや。わ、これ、あいつに返却せずにメルカリとかで売ろうかな。やったね。このしょぼい仕事をシャツと終わらせますよ。どうしたどういう体勢よ、お前。今突然出てきてよ、お前。お前、絶対お前、涼しい部屋で俺のことを見よっただろ、お前。ちょーっと待ってー。誰？わー、変な人来た。盗賊っぽい人。ローグ、本当に出た。痛い目に遭いたくなかったら、その手に持っている高級に悪趣味な金目のも置いてきた。盗賊か。やだ、こった。はぁ、いい度胸だぜ。そっちがその気なら痛い目見てもらうぜ。覚悟しな。相手は人と、いえ、手加減無用だよ。負けないで。お前は、いつになったらこっちの方に来るんや。全然お前戦いに来おへんやん。あと上のやつすごい可愛いな、なんか。何それ。使いま。わあ、ボス戦みたいな美人。なんか、こういうムービー流れるの？ボス戦入るとき、こういうムービー流れるの？不良魔法使い、ローグ。不良なんじゃ。マジか。ボスのときにこんな流れるんじゃ。やばー。HP 半分ぐらい。遮蔽物を使え、とりあえず。隠れろ、隠れろ。はい、溜めたら出てきて、撃ったら引っ込む。これ基本。これ基本。FPS ゲームの基本やけん、重要ですよ。はい。はい、はい、隠れて。チャージして、撃って、戻る。お前、どこ切ってんだ？どこ切ってんだ、お前。あ、必殺使えるで、よく考えたら。チャージ。撃てーって、あれ出てくる。あれ違うな。来た！これ。え、違う？あれあれちょっと待って。必殺技出ない。必殺技出ない。わあ。ちょっと必殺技出ないがちょっと予想外だった。一旦離れてこう。うでーい。うでーい。あ、やべ。死ぬ。回復ゾーンがない。危ない。エジビが残りすぎ、なんで必殺は出えへんかったん。ゲージ溜まっとるでしょ。ここ3回使ってでもこっち来て、そこ、いいエイムです。いいエイムです。これは FPS で学んだ技術です。使っちまうか、必殺は。使えるかな、今度こそ。音溜めて、こうかな。違うんかな。あれなんか出んだな、必殺が。必殺だってどうやって出すんだったっけってぐらい出んのやけど。違うよ、なんか、入力が違うんよ。違う入力ない夜。あー、出たー！突然必殺出てきた！どうした？敵おらんようになった。倒した？倒した？倒したー！あー、捕まってる！ダマねえな。これはついて聞く方で、スリルが欲しかったんだよ。あと、遊ぶお金も。ついでに、可愛いチャンネルがいたらよかったんだけどよ。話は本部で聞く。モブって言われてる。この人。モブとは思えん立派な武器持ってるけど。あーばよ。次、檻から出てきた時は、ちゃんとまっとうな人間になるよ。魔法使いには、あんな悪い奴もいるんだ。気をつけなきゃダメだね。うん、アイリスちゃんはいい魔法使いでいてね。男に
騙されないようにね。何はともあれ、任務完了、イエーイ。ハイタッチしたいんですけど、ハイタッチしたいんだけど、アイリスちゃんの妹にちょっともっと近づけないんですけど、ソーシャルディスタンスを保たされております。ハイタッチがしたい。この子とハイタッチがしたい。来たークリアタイム C やけど、敵技波数は S です。ああ、慣れるまでちょっと大変やなって思いますが。はい、というわけで今回クエストをクリアするところまでやってみました。なんかさ、敵の攻撃をかわすために遮蔽物のよう後ろに回ってちょっと半分以内にいながら敵を戦うっていうのがなんか基本的な戦法になりそうな感じがするな。ちょっと慣れるまで操作がさ、どのボタンでどの攻撃が出るかちょっと覚えられんのでね、ちょっとあと必殺の入力がちょっとやりにくかったかなと思うんで、その辺がちょっと慣れてきた時よりどうなるんかなというところですけども、もうもね楽しかったね。魔法で戦う爽快感っていうか、やっぱ世界観がさ、こう一人称視点なんでね、この自分にダイレクトに伝わってくる感じがしてね、面白かったゲームかなと思います。最後にポータルで違うエリアに行っていろいろ見てから終わると思います。ここはショップやな。あ、アイリス、お前こんなとこおったんじゃ。あ、アイリス、ここだったらここまでちょっと触れるとこまで近づけるんじゃ。なんかこう見たらさ、俺がちょっと体を動かしたらそれに合わせて眼球が動くような感じがするよな。何そんな変な角度で見てるんですか。変態ですね。女の子に蔑まれた目で見られたいド M の方にすごいおすすめな角度を見つけてしまった。なんか飲み物屋とかあるんだこれ。カフェか、カフェエリアかこれ。アイリスもなんか飲みよるな。わっ、果てしなくタピオカみたいな感じの飲み物ある。てかこのエリアだったらえらい近くまで寄れるんやな。どこ見てんですか、気持ち悪い。